庭訪問ってやつだ。ちょっと憧れてたの。保護者に挨拶してお茶出されて。やめてよ、先生ぶるの。あ、やめないよ。だって本当に先生なんだもの。だけど嘘じゃないわ。ほら言って、先生。本当よ、今日は真面目に家庭訪問しただけ。先生。そしたらね、保護者不在、相手は男の子で二人きりで、だから仕方ないよね。